本日の後半戦始めたいと思います。今ゲストの高俊君に素晴らしいんだよね。昨日実はうちでねリハーサルやって、その後、まあ、打ち上げと今日の話で高級和食レストランさくらだとかってどっちがメインがあるでまあね、もちろんだいたい8時9時で終わったんですけど、うん、高俊夫婦はその後うちに来まして、はい、ブッチャさんも明日ないんで大丈夫なのっていうあのね、フェイスブック LINE いただいたんですけど、高俊夫婦昨日午前1時までうちにいました。高俊は飲めないし大丈夫ですけど、うん、まあ、やっこちゃんは何もなんでも平気ですし、そんな日を忘れたいんでこの歌を歌います。「疲れた顔で君は静かに眠ってる」「スタンドの淡い光」「そっとまつげの影ができる」「昔より愛が足りない」ぼんやりつぶやいた費やした君との月日惜しみはしない僕がいる何事もなくそれでいい Goodbye day 蹴りをつけて One more day また一日新しい日にすればいい口づけすると そっと力を込めてくる 無意識に甘えてるだろう 僕がそばにいることに こんなにも愛は深いよ気づかぬだけだろう あまりにも穏やかすぎて 時の流れに埋もれるから Goodbye day そして I love you One more それでいい Goodbye day そして I love you One more day また一日穏やかならばそう
て I love you One more day また一日信じていればそれでいい Goodbye でそして I love you One moreならばそれでいい難しい曲なんですけど、まあ、ちょっとあえて挑戦しました。あの知ってる曲だったら一緒に歌ってください。それでは、今の曲ってドラマの主題歌だったって知ってる人いますか？81年のフジテレビの愛のホットラインっていうドラマの、それでは、くしくも、このぐらいの時にできた曲なんですけども、日本では、87年ぐらいにある女性がカバーしました曲。お前若いですね。お姉さん妹って若いの？そんなことない。コケです。コケ？めっちゃ若い。小さな家とキャンバス。女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、ふざけたのだと思う。
貧しい絵描きは窓の下で彼女を見てた。百万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる。窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海。出会いはそれで終わり、女優は別の街へ。真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生。貧しい絵描きは孤独な日々を送った。けれどバラの思い出は心に消えなかった。百万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして。百万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして。それでは、テトさんも何か喋れます？いっぱい。もう終わってもう良かったです。上手だ。声が聞きたい。喋って。私でテトさん。余裕ないの？余裕ない。小林さん喋ります。喋りますね。一人で言ってもらうけど、なんかいろいろ質問とかしてみてくださいよ。ちょっとね、いろいろ今ペロさんはお忙しいんで設定をいろいろと変えなくちゃ。じゃあここの MC 元西さんお願いします。いやちょっと今リズムを測ってますんで。はいはい、これがですね、僕らなぜかですね、音楽業界でレコーディングするときにキッコカッコキッコカッコのことをなんていうかって知ってる人います？あれ、今普通に英語だったらクリックとかメトロノームとか言うんですけど、なぜか、まあ、業界ではドンカマと言うんですよ。ドンカマとか、なんかすごい。で多分僕なんかも高校生の頃先輩が赤坂で歌ってる店とか連れて行かれて、見た時に、まあ、その頃はバカでかいリズムボックスがあって、でまあ、それこそボタンにサンバとかロックンロールとか、まあ、そのスイングとか書いてあるボタンがある程度の、もう本当にそれで切り替わりぐらいのあれなんですけど、 それに合わせて、演奏するっていうのが結構こう一般的だったんですね。で今小林さんが先祖返りして、このどうしてもその頃のやっぱりこの擦り込みが忘れられないわけじゃないですか。ね、これ私昔ちょっと音楽やってたことがあって、二十歳ぐらいから三十ぐらいまで昔はカラオケとかなくて飲み屋さんに、弾き語りっていう人がピアノとかオルガンとか、はい、ギターの人がいて、そういうバイトやってる人多かったです。なかなかデビューできないでデブになっちゃって、まあちょっと、そのうち嫁と出会って結婚しちゃったんですけど、でまあよかったですね。だからそれがアイドルですよね。話は続きますけども、それも青春、第一の青春と自分では呼んでるんですけど、でまあ、その後子供生まれて、やっぱりブチャさんと一緒で野球がすごい好きだったんで、うん、2人で少年野球から、高校生までずっと第二の、俺の青春は野球でした。
でもうそれも子供も出て、まあ、少年野球の方もちょっとスタッフとかやってたんだけど、それ終わってどうしようかなと思ってた時に、あの高俊君に出会えて、小林さん一緒にやらないって言ってくれて、今あの本当第三の青春が来て、来た、ね、それをあの青春を目覚めさせてくれたあの溝口貴司という男に俺はすごい感謝してます。いいですね。では今日あの頑張れとか明るい曲が多いんですけど、前半1曲後半1曲暗い曲をいくといきます。渋い。電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル回しかけて、ふと指を止める。冷たい雨に打たれながら、悲しい物語を思い出した。あなたの帰り道交差点、ふと指を止める。私も今日はそっと雨。探しかけて、ふと瞳を伏せる。レディブルーも終わったはずなのに、レディブルーいつまで追いかけるの。あなたの幻消す私も今日はそっと雨。レディブルーも終わったはずなのに、レディブルーなぜ追いかけるの。あなたの幻消す私も今日はそっと雨。あの頃の優しさに包まれてた思い出が流れてくこの街に、いつレディブルー、いつレディブルー、揺れる心揺らす涙、いつレディブルー。
いい感じ。いやこれあのこれ徳永英明さんじゃないですか。そうです。僕同じ先生に同じ先生にあのポリープの手術してもらった。そこつながり。徳永英明さんが手術つながり聞いてください。いやこの笑いでこの笑いのじゃなくて、徳永英明さんを手術した先生が次松井直美さんを手術して、うん、松井直美さんが俺を紹介してくれたやつで、歌手みたいな感じで、ちゃんとお気になってる。同じ時間。同じ歌手。工事で徳永英明さんに怒られました。でも同じ先生にやってもらったら全然声が良くならないし。ピチャさんはあのね、もしかしたらブルース声ですから。でも同じ先生にやってもらったら本当に。東京千倍病院で今 JT 病院になってますけど、あのタバコ吸う病院、あ、はい、あのタバコ吸ってないで、あそこすごい病院で、タバコ吸う人はすごいですよ。だって病室の各階にタバコ吸える専用ところがある。そんな病院あります？全開ボルとかも全部タバコ吸えるとこ作ったら、さすが JT 病院。はい、JT 病院が侮れない、すげえ。侮れない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 。いやいや、俺もう大丈夫ですよ、もう。吸わないの？すみません、いいですか？これ味変ですか？同じのや、同じの。それでは次の曲は、今日はもうそろそろこれ盛り上げてくださいよ。この前ね、TV 君で3年したからこういうやつ。あしたなんか向き逆だから音量が、私ほら灰皿のこうやって下げようと思ったらなんかしてない。大丈夫、そんなことないか。そなしですごいよ、もうなしね。あるはい、なんかおかしい。3人で4人でさ、10回も怒ってる。こっちの音が出た、なんかすごい本体の音が出た。これもいいですね。今日はあの、まあ、僕も大好きな、あのアーティストの一人なんですけども、今日はあのそのファンの方もたくさん見えてるんで、一曲、まあ、あのこの歌もすごく難しいんでうまく歌えるかどうかちょっとクエスチョンマークですが、行きたいと思います。乾かせるため
街のどこかで君のことを待ち続けてる。今日はくしくも 3.11 ということで、さっきもね、高俊君泣きながら歌っちゃったりなんかしましたけど、まあ一応泣くかなと思って用意はしてたんですけどこの曲も東北ではもう震災以来すごい人気になった、前を見ていこうという曲なんですけど、ピースオブマイ
で泣き続けた夜も歩き出せる力にきっとできる。太陽は昇り心を包むでしょう。やがて闇は必ず明けてゆくから、どうしてもっと自分に素直に生きれないの。スペシャルゲスト溝口貴俊。
ボーイズリーダーボーカル小林俊二、なんかホッとしたな。アンコール、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 しょうがねえな。ビール飲ましてください。ビールさんにビール終わったんだ。いや今終わったと思った。それじゃあの先月先月歌わなかったんでサイコロいきます。なんかシーズン、キーはもう終わっちゃったって言っちゃった。ペルさん終わりじゃないよ。終わっちゃった。もう。たばかりの夕日の赤が水平線から漏れている。苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ土産にもらったサイコロ2つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでいく。女や酒よりサイコロ好きで知ってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ。この国と来たら欠けるものなどないさ。だからこうして漂うだけ土産にもらったサイコロ2つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。サイコロ転がし針金なくし風天暮らしのあのじいさん、どこかで顔を生きていてくれ。ろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった。男の話を聞かせてよ。サイコロ転がして土産にもらったサイコロ2つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。戻るたびに日が沈んでゆく。腕も限界です。